大悟さん何やってるんですか？このね、白ワイシャツのですね、ポケットをですね、黒く塗ることによってですね、より、西村博之に近づけることになってるんですよ。これ面白いですよね。いや、それ、油性じゃないですか。もう。そうなんだ。これをですね、やらないとですね、本物の西村博之にですね、近づくことができないってことが最近のですね、アメリカのブガースタイルで分かってるんですよ。そうなんですよね、これ。いやまあ、いいっすよ。代わりに、シャツ買ってくださいね、代わりの。それはですね、僕にですね、美味しいですね、なっちゃんのぶどう味とか、そういったようなものを覚えてくれたら、もしかしたら僕もそういったですね、白シャツをプレゼントするかもしれないですよね。いや意識高いっすよね、皆さん。そうなんですよ。すごいっすよね。まあ、言ってないよ。じゃあ、やりましょうか。じゃあ、よーい。今日はですね、愚かな人は、未来を、過去を変えようとして、優秀な人は、未来を変えようとするっていう話をしたいと思います。ピコちゃん、かわいいね、ピコちゃん。そっか、この子ですね、猫なんですね、ガーディアンからですね、もらった猫なんです。大悟さんって、はい。あんまり猫可愛がるのやめた方がいいんじゃないかなって。あ、なんだよ、めっちゃ可愛いじゃないですか。こういうのやると、結構視聴者、これ結構視聴者さんとかの反応を伺ってるみたいな感じになるんじゃないかなって思うんですよね。なんか、ひろゆきさんでも奥さんのことめっちゃ愛してるじゃないですか。それと一緒の感じで、猫さんもかっこ上がってたよね、ピコちゃん。じゃあ、僕がやるのってあんまり良くないんじゃないかなって思うんですよ。じゃあ、ひろゆきさんは何が好きなんですか？動物で言うと僕は犬ですね。あ、犬好きなの？犬とか、人間とか、人間とかを、まあ、僕の仲いい人だけを愛するってことなんじゃないのかな。結論から言います。猫が好きなグループとですね、犬が好きなグループをですね、これ分かると、部活大学の研究があるんですけど、ていうか待って、これひどくない？放送事故でしょこれ。もうやめてもらっていいですかって結構ガチで言われてますよ。やめましょう。ちょっと待って、タバコについてどう思いますか？ですね、タバコ吸う人ってバカですよね。結局タバコ代がかかって、はいはい、タバコ代かかりました。じゃあこのタバコ代どっから出すの？これやっちゃう。ちょっと待って待って待って、これやばいね。待って、こんなに、だって芸人でしょ、あなたプロの。はい。というわけで、皆さんも人間には向き不向きがあるっていうのを、この動画として分かってもらえたんじゃないかなと思います。はい。というわけで、フルバージョンは、なんか概要欄とかコメント欄とか、あると思うんで、気が向いた時に見てみてください。はい。本当に、大悟さん、ひろゆきさん、すいませんでした。嘘は嘘であると。見抜けないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを見たときに不快感を覚えた自分に驚いたんですよ。謝罪って。嘘つくのやめてもらって。それ明らかにじゃなくてあなたの感想ですよね。なんかそういうデータあるか。まあそれはそういうふうにしか考えられない知能の問題だと思います。あ、ごめんなさい。